こんにちは、お肉です。今回はまたまたなんと2回のコラボをしていただきました、山口あつこちゃんです。あつこです、よろしくお願いします。いや、お願いします。次はお仕事で一番辛かったことと嬉しかったこと、じゃあ答えますね。今の仕事だけで言ったら一番辛かったのは最初が本当になんか動画アップしても誰も見てくれないし、なんか自分も全然喋るのとかも編集とかもできなかったから自分で見てもつまんない時があったりとかして、多分ちょっと悩んだりとか、低評価もつかないぐらい見られないみたいな、むしろ時にめっちゃ頑張って動画作ってたんですけど一日中かけて作っても見られないくて辛かったりとかが一番辛かったですね。なんか今の YouTube が一番辛かったですか、今までのアイドルとか。あ、アイドルの方が辛かったか辛かったっていうか、そのアイドルの時はファンの人に言われたりすると傷つきが大きいっていうか、直接言われたりする、直接違う子を応援するねとか、あ、推し編みたいな、推し編とかがいちいちなんか結構グサグサくるみたいな。確かに直接言われるとやっぱ今まで1年間応援してくれたのにみたいな、うん、なんかわかる気がする。私もショールームの配信やってて、そう、なんか気づけばめちゃくちゃ応援してくださってた人が別の女の子をめちゃくちゃ応援してて、こう虚しいというか、しょうがないんだろうなと思うけど、ね、あれめっちゃ悲しいし、なんか、悲しいですよね。でもその分めっちゃ嬉しいこともいっぱいあって、大きい会場で自分のお誕生日のライブしてもらったりとか、歌って踊ることが一番好きだったから、踊るっていうか歌うのが好きでした。へー、なんか一番今日歌わないんですか今までのその YouTube とかじゃなくて OK で仕事すべて、一番は芸能を東京でやるって決めたのが5年前のちょうど7月ぐらいの時期で、就職して会社で働いてたんです。会社っていうか、そう、和菓子屋さんで働いてて、お菓子をこう、そう、売ってたんですよね。自分の夢がこれだって見つかった時に東京出るって決めて、3ヶ月前に大体辞める時っていうじゃないですか。で、7月に部長に行って、その10月ぐらいまで働いたんですけど、この3ヶ月間が一番辛い。自分の気持ち、なんか心をここに合わせみたいな、自分の中でも決めきれて決断もしてるのに、なんかまだ自分は東京に行けない、でももう気分はもう芸の気分っていうか、っていうところで3ヶ月間がすごく長く感じた。けど今すぐ行きたい気持ちもあるけどみたいな。そう、それが一番辛かったことですか。辛かったこと、でも芸能始めてからの辛かったことはオーディションもそんなにないんですよ。月に1回あるかないかみたいなっていうオーディションが落ちて、舞台のオーディションが一番辛かったかな。これ言っていいのかな自分の実力の未熟さを感じたみたいな。でもそんな感じが、そうやってふんわり言ったら、はい、自分の自信をなくすようなことは、そのゲームをやってると多いっていうか、可愛い子とかも多いし、自分に持ってない魅力を持ってることが多いじゃないですか。なんか顔って好みだけど、本当にこの子すげえなみたいな多くいますよね。なんかオーディション行くとめちゃくちゃそれを痛感する。受かるわけないでしょみたいな、そこでなんかね自信をね、失うよね。逆に嬉しいことっていうのは、嬉しいこと、嬉しいこともたくさんありますよ。でもなんだろう、私は最近の話だと青春ドラマのオファーをいただいたことが嬉しかったなって今は思いますね。当時はびっくりしたんですよ。なんかクリエイターっぽい人多かったですもんね。そうそうそう、その中でなんで私っていうちょっとびっくりだったんですけど、ありがとうございますって、もう本当に素敵なメンバーとも出会えて、本当に未だに仲いいんですよ。収録が終わったとしても月一で会うくらい、なんかすごい伝わってきます。あ、本当ですか。自分の中でリアリティ番組って恐怖が、わかりますよね、いろいろ。でもそんなもう跳ね飛ばすぐらいこうスタッフさんとかもめっちゃ優しくって、その空間に入れたことが幸せだったかな。なんかあれめっちゃ大変じゃなかったですか、短い時間で考えたりとか。いや、そう、企画はもう一日寝れない日が普通、寝れないのが普通だったから大変だったけど、でもそれ以上のものを手に入れたっていうところかな。最近のその芸能のお仕事で一番楽しかったと思います。なんか何分見てもらえるかみたいなやつとか辛くない
とかあんな普通になんかめっちゃ頑張って作ったのに最初の方で止められちゃったりとかなんかありますよね。つらかった。なんか普通に見てて大変そうな番組だし、でもめっちゃ仲いいのがずっと伝わってくるから、うんうんうん、いい仲間ですよね。なんかなかなか芸能の友達ってできなくないですか、うんうんうん、ちょっと上辺になっちゃったりしますよね。そう、なんか、うん、その期間だけで終わるみたいな。うん、またご飯行こうねっていうなんか口約束じゃない、うん、なんかね、待って、大人になって見つけにくいですよね。いや、見つけにくい。本当に最近仲良くなった人ですよね。本当になかったから。そうなんですか。本当になくて、もうずっと仲いい子しかいなかったけど、優しいから、いや優しいし、サバサバしてるから。確かに、うん、そう、なんか私なんかコメント欄とかそう読ませていただいて、結構その なんて言ってたっけ、シャープ、サバサバ、なんかそういう表現が多くって、あ、そう見えるんだと思って。ああ、そうですね。だからサバサバっていうか気さくって言葉が多くって、私気さくの意味があんま分かんなくて自然体みたいな。あ、自然体、自然体みたいな感じっていうか、なんかその話しやすいみたいな。あ、そういうことなんですね、うん、私も言ってた、思ってたから、ちょっとクールな方っていうか綺麗だから。クールって最初見えてたんですか。クール、綺麗だから、なんかちょっと、じゃあその気さくっていうのはサバサバとは違うってこと。ちょっと真逆みたいな。真逆なの。真逆の意味みたいな。そう思ってたけど、なんかすごい喋りやすいんだねみたいな、すごいなんか自然体な子なんだねみたいな意味です。なるほどありがとうございますめっちゃそう、そのサバサバ見えてるって思ってて、いやいやいや、キサラはめっちゃ普通にも話しやすいって意味。嬉しい。調べてください、私嘘ついてないからとりあえず一回食べないと。めっちゃね、冷たくなってきてる。美味しい。だから意外に食べれました。復活ちょっとやっぱ辛かった。やっぱ辛い。で、そう最後に聞きたいなって思うことがあるんですけど、はい、兄弟喧嘩ってしますか。まずするよいつも喧嘩すると、私の場合はお姉ちゃんが謝ることが多くって、妹強い多いし、私は一生ツンってしてるけど、向こうはすぐ普通になるみたいな、うんうんうん、ちょっと寝たら忘れるみたいな感じなんですけど、はいはいはい、私はちょっと根に持ってるみたいな感じでそこら辺どうなんかそのどっちが強いとか折れやすいとかってあります。やっぱその毎回一緒ではないと思うけど、昔はお菓子とかでよく取り合いとかね、かわいい昔本当に喧嘩してたかな。でも私が折れるっていうか、やっぱ妹が強いそうだな、やっぱそうかも。あのね、なんか昔だと先にお母さんにチクった方が勝ちみたいなお母さんにお先に言って、お姉ちゃんやこうこうこうって先に言ったもん勝ちみたいな感じで。そうそう、お母さんもセットで言いますもんね。そう確かに、先に言われた方の方に味方になるから、妹が強いですでも、もう喧嘩とかそんなしないですか。高校ぐらいからしなくなったかな。私が高校生になって、うんうんうん、で一緒に福岡の八女って田舎の方なんですけど、うんうん、福岡市内とかに2人で電車乗って、そうお買い物しに行ったりとか、なんかおソロの服着たりとかし始めて、仲いいけど仲喧嘩しなくなったのがそれくらいだから、それからそんなにしないかな。そんなめっちゃでかい喧嘩は、してないですね。でもやっぱずっと生活とか一緒にしてないとなかなかしないですよね。そんないきなりキレられることないですもんね。確かに。半年前ぐらいに家に来た時に、私の家に来た時に毎晩ピザをデリバリーしてて、ピザが食べたいって言ってたからピザ頼んだんですよ。で次の日の夜も食べたいだろうなと思ってピザ頼んだら、毎日は無理って言われてなんか怒られたっていうか、もう頼まんでえ、やめたんですか。やめた。え、ピザ毎日食べるとかできるんですか、逆に。いや、なんかピザしかなくって、あそう、帰るついでにピザ屋があるから買って帰るねって言って、で今日もみたいな疲れ疲れ嫌で怒られたそんな感じかな。いやでも全然可愛かった普通に。でもそっちの方がそんなイメージっていうか、そんな感じだし、家族がみんな仲いいイメージだから、まず、うんうん、ですよね。確かにめっちゃ仲いいイメージあるし、ということでちょっといろいろ聞いてきたんですけど、めっちゃ悲しい。あのね、喋ってたけどね、喋れるかなんか途中でめっちゃ聞こえてきたから、そうてか前より
踏み込んだけど超楽しいし、本当、個人的な感想になっちゃうけど、質問も楽しいんですけど、本当毎回撮影しに来るのが楽しみ。なんかすごいなんかワクワクするし、むしろもうついてからなんか自分のことめっちゃ話したんですけど。なんかいろいろ聞きました。いろいろ話したりしたんですけど、なんか普通になんか受け止めてくれるとか、一人笑ってくれるいや楽しいです。ありがとうございます。なんか成長してますねありがとうございます。ということで、そうあっちゃんのチャンネルでも動画を撮りますので、はい、そちらもねちょっと概要欄の方に貼っておくので、一緒に見てどっちもチャンネル登録してくれたらね、はい、嬉しいなっていうふうに思います。ありがとうございます。いきます。はい、はい、そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画も見てください。せーの、ありがとうございます。これ何分とか、お48分、結構食べて、ちょっともう一仕掛け食べていいですか。いやでも食べれなかったら食べなくていいですね。あのマジで美味しい、うん、これ食べ飽きてないですよね、うん、これも食べてみていいですか。食べたい食べたい、普通に辛そうだから。うわでもこれの方がやばい、普通に見て、うん、めっちゃ美味しい。美味しい、うん、食べたことあるかも。